俺さ、若い頃、トランクスみたいな髪型だったんですよ。ドラゴンボールの、うん。進撃の巨人で言うなら、リヴァイ兵長の、髪型だったんですよ。今こういう髪型だったんです。こういう髪型なんですけど、癖っ気なんで、どうしてもね、リヴァイやトランクスの髪型になるとね、なんか、髪くしゃくしゃになるんですよ、前髪が。俺、前髪、癖っ気なんで、こういう髪型にしました。うん。昔ほんと、うん。あと、ロングにもしたことある。トランクスみたいな。トランクスのロングバージョン。うん。あんな感じの髪型もしたことありました。あと、リヴァイって、背が低いですよね。うん。自分も背が低いんですよ。だからなんか共感持つんですよ。リヴァイとかベジータとかさ。うん。あとさ、リヴァイってこう持って、こういう飲み方しますよね。こういう飲み方。こう持たないで、こういう持ち方しないで、こういうコップの飲み方。自分もこういう持ち方するんですよ。自分の場合右利きなんですけど、あえて左で飲むみたいな。時たまね、時たまやるっていうか俺、めんどくさい時ね、取って持って、コーヒーとか飲まないで、リヴァイみたいな飲み方するんですよ。ご視聴ありがとうございました。